熊本地震から2ヶ月、阿蘇市宮地にある門前町商店街にお邪魔して、地震直後の様子や現在の状況などについてお話を伺いました。こちらは、旧尾形屋さん。地震発生後ね、すぐお店を開けられたっていうのもね、はい、取材しましたが、それからもう2ヶ月近くね、そうですね、2ヶ月近く経ちますね。あっという間でした。でも早かったです。なんかどうですか、お店の様子とか。やっぱり少ないですよね。ちょっと通りが寂しいので、やっぱり国道がですね、立野が通れないので、ミルクロードだけじゃどうしても渋滞がですね、それを考えるとやっぱ私でもね、足は遠のくかなと。でもそれでも来てくれる人は何とかしてここまで。そうですね、最近大分方面から来てくださる方が多いです。はい、今リストバンドね、はい、これここで買える、この商店街で、商店街で、はい、作ってます。はい、これ1個いくらでした。1個500円です。はい、で門前町商店街や阿蘇神社の復興に、ね、復興に寄付させていただきます。はい、結構売れてますか、観光客の方。そうですね、やっぱり神社を見て来られるんで、ちょっとでもっていう気持ちで買ってくださってます。はい、これ尾形屋さんオリジナル。オリジナル。あ、そうなんですか。はい、釜出せ熊本ネバーギブアク。面白いでしょう、何の番号かかります。これね、地元の人にしか分かんないでしょ、これ。市外局番です。ね、こっちの水木にはもう一つおすすめがあるそうですが、はい、これは、はい、これが岡本酒屋さんが作ってる、この門前町の湧き水を使ったサイダーで、ホタル丸、名刀、それにちなんで、でこの売り上げの一部を阿蘇神社の復興に寄付っていう形で販売開始してます。結構問い合わせだったり、ここで買っていく方多いですか。探されてる方が多くてですね、今酒屋さんしか置いてなかったので、あったっていうことで結構買われて、買っていただいてます。門前町入ってからもすぐこの看板あったんですけどね、尾形屋さんにもあって、これどうして、これ広報の。そうです、広報の最後の方のページに載ってて、これの直後に地震があってるので、やっぱ今の姿からすると、やっぱ目指すところはこのにぎわった桜の綺麗な商店街なので、まあ一日も早くあの商店街にっていう思いで、はい、この写真とかね、良かったので、ぜひとお願いして、ちょっと大きくさせてもらってます。これ実際にご覧になった方の反応とか、お客さんの反応とかどうですか。説明されるでしょ、これ。そうですね、結構聞かれてですね、やっぱ知らない方が多いんですよ、こんなに桜が綺麗に咲くっていうことから。来年の桜の時期は来ますねって結構言ってくださるので、嬉しいですね。ね、この写真がまた来るきっかけに、ですね、はい、ぜひ桜の時期には来てほしいですね、皆さんに。ぜひカメラの向こうの見ている人たちに何かメッセージをお願いできますか。はい、門前町商店街は今も元気に頑張っています。元気が欲しい方、笑顔が欲しい方は、ぜひここに遊びに来てください。ありがとうございました。こちらは郷土料理そばどころ花菱さんです。地震後いち早く営業を再開した店舗の一つで、赤牛牛カツ重が人気です。